ほな行きましょうか。まあおそらく私がヒョウの待て。アルバート、なんかアイテムない？ないね。おそらく私がヒョウのお面かぶってるから。アルバート、研究室を見せてくれる約束よ。こんなにムキムキボディのこんなにムキムキボディの体つきをしているのに、アルバートと勘違いされるんやろね。見つけた。ねえ、私にだけ見せてくれるって。今じゃなければ何でも見せてやるんだが。あら、ごめんなさい、私。あ、さすがに声でバレたね。アルバート・ビーゲルバットか。ちょっと外してくれますか。貴族の身分は何の意味も持たないぞ、伯爵。変な真似をしたら痛めつけてやる。どうかな。ああ、そうか。魔法は？あ、魔法使えるわ。え、これさ、倒れたやつにパンチって。アイテムは？何も落としてない？え、ゲラルト、グーでしばき続けてただけやのに。なんでこの人たち血吹き出してんの？てかちょっと待って。今のさ、宝箱見た？宝箱、隠れてんの？この庭園もしかして。嘘？話変わるやん。こっちが、出口？入り口？ちょっと待ってよ。今のさ、結構、取っとかんとやばかった。やばかったっていうか、取っといた方が良さげな、レシピあったもんね。四季のオイル上級やもん。四季のオイル上級欲しかってんな。ノーマルしか持ってなかったから。ちょっと待って、作れるかな？今は錬金術も無理らしい。平和なもんやな。この先ね。心配していたのよ。何も問題ない。ただ他の招待客が見る。そうやね。内臓破裂してる連中が3人ほど。使用人を生かせればいいのかしら。ああ。そうしましょう。あなたたちは急いで。準備はいいか。ええ。あなたの剣も衛兵から取り戻しておいたわ。イングリッドから報酬ももらった。予想よりすごく多かった。信じられないくらい。そりゃいい。南の島にでも逃げるか。冗談はよして。噴水でのことだけど、あんなことするべきじゃなかった。ワインのせいでまともな頭じゃなかったの。トリス、謝るなよ。メリゴールド、行かなくちゃ。ああ、気をつけて。やっぱこれでトリスいなくなるんや。なら先にあっちのサイドクエストやっといてよかったね。え、もうこれトリスおらん系？もうあの家にも帰ってしまわない系？え、では無事トリスを送り出すことができましたので、え、ジュニアを探せのメインクエストの続きいきましょうか。この先でロッシュと会うっていうのが、連絡員はあそこにいる。
こっちか。これでストーリーが進みますね。ロッシュ目立つな。連絡員はチェスクラブで待ってる。早く済まそう。連絡員っていうのは誰だ。うさんくさい、つまらない野郎だ。本当なら関わりたくないところだが仕方なかった。信用してないのか。俺は誰も信用しない。お前もな。行こう。まあね、ゲラルトの真意は分からへんけど、選択肢選んでるのが私やからね。まあ話を聞いていなくて、話を理解していなくて、ロッシュからすればはちゃめちゃな選択をすることもあるとは思うわ。様子が変だな。確かめよう。罠かな。チェックメイトだ。全然チェスは王のゲーム。全然面白くなさそうなチェスしてる。戦略的な思考を養う遊びだとな。全く馬鹿げてる。双方が同一の駒を持ち、ルールも変化しない。これが現実を映し出していると。ウィッチャー、ヨガチェスをする理由がわかるか。え、これ全部選べるの。黄色い字じゃないんやけど。暇つぶしじゃないの。暇つぶしですか。無駄にする時間はない。ましてや暇など。ゲームの中に隠された本質を暴くためだ。駒の内側で血が脈打っている。耳を澄ませ。そうすれば聞こえる。毒。ああ、イマジネーションして遊んでんねや。脈打つ心臓だ。ポーンを取る。そして肉が裂かれる音を聞く。その腹の奥底から悲鳴が聞こえる。大丈夫これ。駒をこじ開けて、そいつらから真実を絞り出したい。この意味がわかるか。いや、ちょっと高度すぎて。いいえ。王ではないからわからないのだ。ポーンに見えるのは陣地にいる味方と戦場の向こうにいる敵だ。王は違う視点から盤面を見る。強敵に囲まれ、自らの手駒が王を陥れる可能性もある。それはチェックであり死だ。いいか、チェストは手駒を犠牲にする技術を競うゲームだ。これでわかるか。これはわかりますって言った方がいいね。わかるけど。わかった気がします。言いたいことはわかるけど。まあ余談だ。さて話だ。なぜウィッチャーを連れてきた。彼が説明するべきでしょう。言いたいことはわかるけど、こいつからの説明でわかったと言いたくないっていうね。レダニアの諜報員がまさかレダニア王ご自身とは。仲介を省ける機会があるときはそれを利用することだ。シプリアン・ウィリー、別名ホアソン・ジュニアを探しています。レダニアの庇護を受けているはず。なぜ彼を探す。個人的なことです。まあいい、詮索はしない。ジュニアはオクセンフルトの屋敷に。これを知る者はほぼいない。事前の約束なしでは入れん。だから新しい娼婦の件で来たと言え。
ジュニアは常に新しい女を求めてひどい扱いをするらしいな。それゲラルトに教えていいの？これね、随分簡単に。随分簡単に差し出すんですね。金と時間を投資した挙句にどうも納得できない。善意の印と考えろ。だが恩返しには期待しているぞ。それにジュニアは存在意義を失った。もはやビッグフォーではない。いずれまたこちらから連絡する。では行け。そしてロッシュ、貴様とは別の時に話そう。そんなちょいちょい会える感じな王様なんよね。ラドビットの錯乱は悪化しているようだな。ジュニアの居場所は分かった。それ以外はどうでもいい。ゲラルト、そういえば俺も頼みがあった。ベースとの間に厄介な問題を抱えててな。誰かに説得してほしいんだ。野営地に会いに来てくれ。詳細はその時に。考えてみよう。またな、ロッシュ。もうみんなさ、ちょっとゲラルトと関わったらさ、これ私のはちゃうよな。ちょっと私と関わったらさ、その恩を振りかざして頼みがある、話があるって何かにつけて呼び出すよね。まあ、おそらくさっきの王様は今回の件で、今回の件で今後も関わりを持つことになるんやろうね。あれ？もうす、え、この中、あれ？もうすぐそこやん。ホワソン、あ、これホワソンの隠れ家？ここやったんや。これ何かなと思っててん。ここか。何のようだ。ホワソンジュニアはどこだ。ほう、東京のあるやつらしいな。てめえ知ってるぞ。オルガードとビッグを殺したな。え？今度はお前の番だ。きっと誤解だ。こいつをやれ。まあどうせそういうことになるんでしょうね。あ、倒れへんし。もうみんな騒ぐな騒ぐな。キャー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 と。わ、広ー。踊るとして、ああああ、どんどん出てくるどんどん出てくる。ちょっとちょっととどめよう。よしよし、ちょっと待って、ユミが鬱陶しいのんな。こいつか、ユミ兵鬱陶しいからな。よいしょ、でザクン、こっちもいけるか。よし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 、ダブルザクン。あー、拾えない。でもこれが、これがかなり、あ、しまった。階段の上からじゃ無理や。階段で死なれたらとどめさせないのよね。あ、この建物、あ、これか、これね。わあ、もう狭い狭い。このさ、敵近くに敵いたらさ、ゲラルト警戒、いやそらするよ、殺すよそらね。なんか警戒してこうゆっくり近づくからさ、2体3体敵いる時にちょっと不利なんよね。さっと近づいてくれりゃいいんやけど。よいしょ。で、この先にいるのかな。変質者め、尻に触りでもしたらただではおかん。わ、え、ちょ、何してんのこれ。え、殺してんのこれ。壁に貼り付けか。何
してんの？怖。これは変質者やわ。でもあの人ぐらいしか変な殺され方してる人おらんけど。こんなんシリにしてたらぶち殺されるで普通に。何これ、死体と風呂入ってんの？いい趣味をお持ちですね。ちょっとやばいなこいつ。一体何のつもりだ。弱弱。助けてくれ、頼む。誰も来ない。何が目的だ。殺しに来た。いや、一旦話をしに来たでいいでしょ。殺そうとしてるけど。いや、ジュニア、話をしに来た。お前の言う通りにしよう。ちょっとひどいなこの部屋。ちょっと待って、ベッドにもおる。最初にいくつか質問がある。何でも教えてやる。若い女性と銀融詩人を探してる。あったはずだな。女？どのクソ女？灰色の髪をして剣を背負ってる、俺みたいに。彼女が。シリがやられるわけないやん、これに。真実を話した方がいいぞ。なぜか知りたいか。嘘はつかない。本当にお前を探すのに時間がかかったし、楽じゃなかった。頭に来てるし疲れてる。多くの人間も殺さねばならなかった。俺を騙そうとしたり嘘をつこうとしたり、クズばかりだったよ。俺の心は悲しみで満ち溢れてる。あと一回の嘘で溢れ出す。そしたらお前はきっと後悔することになる。嘘をついたらどうなるか理解したか。ああ。よし。灰色の髪の女性がお前と会った理由と何があったのかを知りたい。何があったか。俺を襲ったんだ。もう一度嘘をつけば弾を切り落とす。取引したんだ。俺が魔法のなんとかかんとかを修理して、あの女と歌い手はシギルーベンの宝を持ってくると、奴らは持ってこなかった。だから少しカッとなって。何をしたんだ。一緒にいたドードをさらって取り返しに来るのを待った。見ろ、あれだ。修理を頼まれたんだ。ジュグか。こういうものを直せるのか。俺じゃない、ある男が。時間の無駄だ。さっさとすべて話せ。話す、全部話す。ありのままに。あ、ほんで尻パートね。私の苦手な尻パートね。嫌な予感がする。落ち着いてダンデリオ。ドゥードゥを助けないと。わかるでしょ。わかってるさ。だが直感に理屈は通用しない。そしてどれほどの同情でもそれを黙らせ消し去れはしない。あ、一人で行くって言ったら行っちゃうよね。
頑張って。絶対大丈夫よ。よく聞くセリフだな。ドゥドゥがいる場所は分かった？最上階の部屋だ。バルコニーがある。屋根に登る必要がある。ジュニアの家の前で待って。難しいことは承知だけど、目立たないようにして。やつらが服装がな、君を傷つけたらホワソンを殺してやる。屋根に服装が目立つからな、これダンディリオン。難しいやろな、こっそり隠れることは。こっちか。屋根に登ってバルコニー付きの最上階の部屋ね。か、バルコニーね。じゃあ中を拝見と。鍵かかってるやん。あ、拝見やからこうね。さて、親愛なる堂々、別の道具を使おうと思う。これには飽きた。どうかしてる。よく言われるだろう。いやいや、みんなからいいやつだって言われるよ。じゃあ仲間と過ごしたり、新しい友人を作るのが好きか。面白いやつでも紹介してくれるのか。現れたか。よく来たな。待っていたんだ。ちょっと待ってよ。ちょっとね、尻難しい。この瞬間移動が。あ、なんか出た新しいのが。シリラはエネルギーを消費して特殊能力を使用する。エネルギーは敵を攻撃すると少しずつ回復する。この青いバー、青いバー、え、ちょっと待って、どうしたらいいの。これを、ん、ちょっと待って、使い方がちょっとよくわかりません。でも多分、あ、使えない。あ、あの青いバーが、あ、飛ばしちゃった。青いバーがいっぱいじゃないからやろな。あかんあかんあかん、青いバーがいっぱいじゃない。これ難しい。決して使いやすくはない。シリ難しいな。なんかさ、単純に芝居ときはいいわけじゃないもんな、シリ。ゲラルトってさ、もう最悪回復のこと考えずにしばき回してたら勝てるけど、シリある程度避けなあかん。来るぞ。ドゥドゥ、いい、こうしましょう。あのクソ、残す。あ、あれドゥドゥやな。ドゥドゥ確かあれやもんな、化けられるんやもんな。これで、これで攻撃ボタンを押しまくることで、この範囲の中にいるやつ全員に奇襲仕掛けられるってことやろ。あかん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 。で、押せば押すほど範囲が広いねんな。だから近くにいる敵をちょいちょいってしばきたいだけやったら、
あかん、今ない。一瞬だけ R2 押したらいいし、遠くにいる敵行きたいんやったら長時間 R2 ボタンを押せばいいってことなんやろうけど、でもそれしてる間超無防備やからめっちゃやりにくい。あ、なんか取れたの今アイテム。何拾ってんのやろな。これさ、倒した敵からアイテムを一応拾ってるけどさ、このアイテムって何拾えてんのかも分からへんし、どこにストックされてるのかも分からんねんけど、ゲラルトの持ち物になってんのかな。これで全部だ。本当のことを話した。ドゥドゥはどうなった。知ったことか、消えたんだよ。ちょっと目を離した瞬間にな。女はどうなった。知るかよ。手下が背中を刺した。だが生きてる、誓うよ。それで全部か。知ってることは話した、全部だ。俺が探している女を傷つけ、その友人を拷問した。襲ってきたんだ。正当防衛だろ。頼む、報いは受けた。見逃してくれ、お願いだ。うわ、これどう思う。報いは受けたって、受けてる。でもこの仕打ちはちょっとな。今の状況を教えてやろう。俺はその女を探してる。娘同然の存在だ。だからお前を見過ごすことはできない。やめろ。いや、っていうかこれ以上この人生かしてたらさ、これこ女性こんなことなってんのに、これ以上生かしとくわけにもいかんやろ、この人ね。やばいよこの部屋。わあ、あかん。ようよう、待って、なんかぐにゃんぐにゃんしてる部屋の中が。あ、記念ダービーやって。なにこれ、めっちゃクエスト増えたな。いやー、これは生かしとかれへんでしょ。これ生かしとくっていう人いるんかな。これはあかんでしょう、さすがに。鍵かかってるわ。てかこの家あれやね、間取りがさ、あのダンデリオンを探してた時に知り合った双子の姉妹でさ、片方がめちゃくちゃ剣強かった子いたやん。名前忘れたけど、あの子の家と一緒やね、間取り。一瞬あの子がこの件に関わってんのかなって思ってしまったぐらい間取りが一緒やわ。あ、鍵かかってるか。どこも特に入れないと。出るか。問題は解決したようだな。今度はお前の番だ。ラドビッドは待つのがお嫌いか。あ、王様？お嫌いだ。ついてこい。海軍艦艇オクセンフルトトレトゴール、レダニア艦隊の司法だった。現在は退役船だが。いい船だ。乗船するなら武器は置いていってもらう。ついてこい。船は貴族の女性からの寄付金により維持されている。優れた名家の女性たちが宝石を手放した。衝動的な愛国的欲求が。お前は家を持たぬ放浪者。祖国を追い込むがどういうことか。嘘、他のクエスト選ぶ場もなく拉致されてんねんけど。もらっていい、これ怒られる。くれるわ。いや、なんか追って連絡するとは言ってたけどさ、私にジュニアの情報を伝えた後に。こんなに待つの苦手なん。
で、あ、こいつについていくのね。邪魔だ。来たか。何かお力になれますかな。相変わらず歯に機能着せぬ男だ。まあいい。フィリパ・エイルハートを見つけろ。それが望みだ。以前目をくり抜くよう命じた。だが失明しても困っていないらしい。レディ・エイルハートがオクセンフルト東部に隠れているのは分かってる。さらに隠れ家の入り口を魔法で封印していると。侵入は困難だ。貴様ならできるだろう。あの女を連れてこい。生きたまま。フィリパって誰やったっけ。フィリパ・エイルハート。なんか聞いたことあるけど。古い仲間を見つけ、女魔術師会を再招集したいのだろう。世への報復を目論んで。レディ・エイルハートの執念深さは有名だ。子供の頃にあの女から受けた授業を思い出す。あの女の教えは与えられた罰と同じくらい忘れがたい。その残忍さは筆舌に尽くしがたい。視力を奪ったとはいえまだ危険な存在だ。用心するよう忠告する。フィリパが魔法を？では魔術師を送り込む方がいいでしょう。奴らの援助は当てにできん。ロックメインの後、たもとを分かった。たもとを分かった？彼らを集めて殺すよう命じたのでしょう。背景を無視して。奴らは魔術師神秘会の復活のために集まったのだ。世は大らしく受け入れた。大殺しの黒幕が女魔術師会だと、あるウィッチャーに明かされるまではな。魔術師は裏切り者だと判明し、ウィッチャーは裏切り者をいぶり出す腕前を証明した。山へ向かい、フィリパ・エイルハートを連れてこい。勝手に船乗せられちゃってさ。フィリパ、どんどんクエストが増えていってる。ちょっと待って、フィリパ見よう。フィリパ